次の歌を、自分の父親が末期がんを宣告されて、その時になんて励ませるかなって思った時に、父親のことを、なんか僕が思ったのは、言葉より歌にした方がお父さんで喜ぶんじゃないかなと思って、なんかこう元気になってねとか、そういう言葉じゃなくて、どういう歌がいいだろうと思った時に、父親から言われてきた言葉を、俺は覚えてるよ、こうやって俺に言ってくれてたよね、だから今の自分はあるんだよってことを歌にしたくて、父親に送りました。ぜひその歌を聴いてください。楽しみなさいっていう歌です。人生のすべてを楽しみなさい。
に感謝を。ありがとうございます。でいろんなことがあると思います。君原俺の待ったよな、ムカつくだったよな、負けれんぞ、一緒に太陽に向かって咲こう。太陽に向かって咲く花は誰よりも輝いてる。花咲かず今も させていただきたいんですけど、とにかく、僕は5歳から音楽を始めて、5歳からピアノを始めたんですよね。でそこからもう来年35歳になるので、音楽始めて30年目になるんですけど、ピアノとかギターとか、あとはベースとかドラムとか DJ とか、そうですね、バイオリンはさすがにやってなかったんですけど、すごいよね、バイオリンってね。だってバイオリンって何千万とかするんですよ。すごいよね、本当に。で、小5もね、こう、バイオリンをずっと、何歳からだったっけ ?5 歳からだよね。5歳からやってて。でもやっぱりやめる時期ってあるんですよ。僕も、ピアノとかめんどくせえと思ってやめた時期もあったんですけど。でもやっぱりそうやって、ちっちゃい時にやってたことが、自分の武器になるんですよね。だからこそそうやって、小5でもすごく、こう交わるとことかもあったりして、で僕はこうやって音楽やってますけど、ぶっちゃけ僕はめちゃめちゃ遅咲きだと思ってます。その中でずっと5歳から音楽やって、初めてメジャーデビューしたのが10年前でした。そこでメジャーデビューして、2年契約なんですよね、大体まずは。でそこから調子が良ければ3年契約、4年契約に伸びていくんですけど、綺麗に2年
綺麗やったね。綺麗やった。普通だったらこっから始まってこうなっていくのに綺麗に円やった。泣いたよね。円円ってなんで。よし、それでね、円円って泣いたんですけど、円だけに。まあ、それで、そこで僕が出会ったプロダクションがあって、まあそこで一曲出したのか。そこで実はいろんなことがあって何百万って、取られました。いろいろあってですね。でまさかの秀治も同じとこだったんですよね。それがそれで秀治からいろんな電話とかで悩み相談とかもあって、で俺はこうだと思うからこうじゃないって話もしたりとかして、でねお互いこうやって、まあ、本当に秀治曲やろうね。本当ねマジでしめ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 っていう曲やろうね。しめ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 ってやつね。人騙すやつ、しめ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 、ファク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 って言って誰も聞かんかもしれない。意外に台湾とかでバズったりしてる。しめ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 。TV でここモザイクかけるってやつめっちゃ編集大変だろうね。モザイクね。まあそんな感じで、よりね負けないぞって曲作ろう。まあそんな中で。デビュー10周年を迎えていろんなことがありました。で10周年迎えて、10周年迎えた時に次10周年迎えた後あのアルバムもリリースさせていただいて、10周年記念の88ってアルバムなんですけど、あの僕らって88年生まれなんですよ。3人もそうですし88年生まれで、でそんな中で、僕らは僕はですよ、10年前の8月4日にメジャーデビューしたんですよ。だからもう 8っていう言葉がすごく僕は縁があって、でそこでデビューしてですね、今年の 8月4日にアルバムを出させていただいて、10周年記念の。そこからどんな歌を1曲目出そうと思った時に、俺も気軽に行きたいなと思いました。頑張るとかじゃなくてやりたいことをやる、いや、やりたいことを自分のペースでやれるんじゃないかなと思って、最後に歌わせていただく歌はそういう歌です。いや、なのでカントリー調でもう気軽に行こうぜ、そんな歌なので、今月10月26日に4日前にリリースしたばかりです。皆さんで一緒に楽しんでいきましょう。ラスト OK フィデシネ、レッツゴー。 Yo、 気軽に行こうぜ、だけえぜ、だけえぜ、風が吹いて行こうぜ。今あの場所へと行こう、後ろに君を乗せて、果てなく続く道へと、君とずっと一緒にいるわけじゃないけど、この瞬間を止まり感じていたいんだよ。たとえ険しい道のりもその
ライブとかって最高じゃないですか。筋肉だけに、はい、そんなこんなで、本当はアルコールが飲みたいところですが、アンコールしてもよろしいでしょうか。イエーイ。イエス。ということでね、今日なんつうんだろうな、なんかびっくり、僕もびっくりしたんですけど、僕自身もびっくりしたんですけど、連絡があったんですよ。いきなりノブフェスやるみたいだねと。はいと、やりますよと。俺も歌っていいかなと。いいと思うとは言わなかったですけど、と思って、それがめちゃくちゃ嬉しくて。でもやっぱりね、知らない方の方が多いと思うんですけど、フィーチャリングしてる方がいて、絶対知らないと思います。でも温かく書いていただきたい。それでは読みましょうか。花びらのように散りゆく中で、夢みたいに君に出会えた奇跡、愛し合って喧嘩して、いろんな壁二人で乗り越えて、生まれ変わってもあなたに会いたい。花びらのように散っていくのと、その世界で全て受け入れていこう。君が僕に残したもの、今という現実の宝物だから、僕は精一杯生きて料理なろう。皆さんいいですか。マッチャーズ、ありがとうございます。Yeah! マッチャーズ、ありがとうございます。リスペクト。そしてマッチャーズ、ここでしょ、地元ここでしょ、多分ここにいるお客さんの中で一番家近いの僕です、うん、山内です。山内ですよね。山内中出身なので。本当そうですね。近い、一番近いと思う。山内とかいます？地元とか。ああ、後ろ。お前後輩やんけ、お前。ガッツリバスケ部の後輩やんけ。バスケ部の後輩やん、アキ。いや、だからさ、地元でこういうノブフェスが開かれるとなって。で、俺さっきまで徳島いたんですよ。はい、徳島から、空港からもう直で来ました。帰ってないんですよ、お家。最高ですよ。本当にさっき頭からずっと見てたけど、はい、88年生まれで、こう、ね、流星君とかもっと下でしょ。そうです、秀晴ももっと下です。最なんて、秀晴ももっと下です。秀晴、そうなの。そう、下です。秀晴君一緒じゃないの。
あ、そうなの。そう、28歳危ない、俺秀原さんって言おうとしてた。え、秀原さんの3は太陽さんですよね。太陽さん、そうそうそう、明るく照らしてる秀原さんですよね。ね、翔吾くんもさ、翔吾さんって言おうとしてた。太陽のさん、サニーちゃんもずっと知ってたけどね。サニーはもう太陽のサニーですからね。太陽のサニーだからね、はい、みんな眩しい。あ、僕そんな眩しいですか。そんな、ノルトやるの久しぶりだけど、もうそんな技も覚えてきたの。僕眩しいですか。大丈夫、ありがとうございます。いやいや、ちょっと、え、新年そろそろ眩しくないですよね。いやいや、それ、あれあれ新年3です、太陽です。新年3、間違いない、ノブ3です。本当にいけない太陽でございます。おー、いけない太陽、いや、いい人です。いけなくないです、いい人ですんで、いい人ですんで。いやいや、それはノブはね、もうここで喋っていっちゃうと、もちろんノブと一番最初に会ったの、ノブ 15歳です。 15?とか音楽とか、その時ノブドラム叩いてました。バンドのドラムでした。そう、歌歌ってなかったの、その時上海ハニーとの時ですから。そうそうそう、のツアーで一緒に回らせていただいて、宮崎で、ね、はい、やった時にアニーとのバンド組んでて、その時宮崎で、うん、ドラムだったもんね。ドラムです。そこからいきなり東京来て、そうですね、りょうくん音源できましたって言ったら、ね、ノブ歌うまっと思って、ごめん、ちょっと自分直します。歌うまいっすね。だからもう彼はもうアメージング、天才でございます。ギター弾けるでしょ、ドラムでしょ、歌うまいでしょ、で、眩しいでしょ。眩しいですよ。もう脱がないですよ。だから彼についてきた今日の仲間たちも間違いない。本当にみんな拍手を入れてくれて、最高です。早く曲行くってな、漫才師があるじゃないもんな。最高です。行けてある。今日は皆さん、いや、お近くで、イエス、月面しかライブやっております。やってますね。沖縄アリーナで聞いてますね。月面しがライブをやっております。はい、行きましょうか、みんなで。申し訳ない。あっちよりも盛り上げようぜ。いやいや、本当そうですよ。関係ないですよ。だってこっちを選んでくれたんだから。そうですよ。どうでしょう、どうでしょう、皆さん。そうです。はい、いや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 、もともと友達ですよね、絶対。僕らもね、ずっと友達だかときは。あっちでやるから、それ。あ、大丈夫。ああ、漫才やる人の歌やったか。ね、早く歌うたいな。あの、有名なんだよ。よし、やるか。まあ、とにかく、僕は、りょうくんと、2曲実は曲を作っております。いや、その中で1曲目明日へっていう歌があって、で2曲目ドライブっていう歌があって、このドライブっていう歌、俺はりょうくんに酒の飲み方をしてもらいました。いや、酒を飲めたらとにかく気に入られるって言われてきました。そっから僕は15歳からずっと酒を飲み続けています。いや、そんな中、俺はりょうくんのこのリリックが大好き。 Yes、久しぶりの仲間と再会、派手に騒いだ日曜、大好きだったテキーラもて乾杯。テキーラって口に入れる人います、普通。まあでも俺らはこうやって幾度となくテキーラを交わしてきました。いや、まあいいな、OK、2杯だけ用意してください。ないんだよ、後で払います。ラブディー、 OK。 そんな中、俺のりょうくんで作った歌歌っちゃってよろしいでしょうか。一緒に行きましょう。変わらないその笑顔、ぬくもりがどつながる。
よりも寂しいことが続く日常なんだよ、やめらんないよ、なんで見てはれないみんな一緒だからさ、バッチリちゃんとファイトしなきゃ、別に勝ち負けのことじゃないんだ、この後また再会したくりゃ今より大きな俺ならいいよ、一緒じゃないですか。ちょうどのぶ日曜日なんだよな、今日また日曜日ですよね。日曜日です。大体アーティストさんで曜日は感じないですかね。そうなんです。じゃあいいんですか、乾杯して。あの皆さん、あの SNS だけは本当に流してください。本当に SNS だけですよ。口コミとか絶対やめてください。SNS だけですよ。時代的に本当に口コミだけはやめてください。本当に口コミだけやめてください。SNS が早いから。はい、そうです。うん、SNS が早いから口コミだけはマジでやめてください。大至急このマチャーズを出た瞬間に SNS の方よろしくお願いします。お願いします。はい。ということで、ドブフェスもうなんだろう。うん、もう。今日集まってくれたみんなに乾杯じゃないですか。 Yes、 うん、OK、 行きましょうか。ノブから行った方がいいな。 Yes、 ノブフェス、そして初めまして皆さんもたくさんいますけど、うん、また再会の日まで、いや、今日も楽しかったと思います。僕らもめちゃめちゃ楽しかったです。本当にまた一緒に再会しましょう。そして最高の空間を皆さん一緒に作っていただいてありがとうございました。 Yes、 乾杯。そうだ、テキーラだ。テキーラないって言ってたのに、新薬があったんだ。それでは、今日の出演者全員ステージに上がってください。せっかくなんでね。いや、まずはサミヤマモト、ショウゴさんいるよ、いたよ。またショウゴさんちっちゃった。ショウゴくんな。ショウゴさん。やっちゃう。じゃあ、流水君。いたよ。ノーマルのクレジットは分かる。
それでいいよ、それよ。オーライ。じゃあみんなでマイクリレーしましょうかね。しましょうね、みんなでマイクリレーしましょうね。しましょうね。俺今沖縄の方言めちゃ勉強してるんで。わかってる。しましょうね。マイクリレーしましょうね。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 違う。千葉さんみたいな。そうね。そうね。じゃあギター持ち大きくしていただいて。じゃあみんなで。ファッションでつぶらいつつ、接触していこうか。じゃあ、この順番でいこう。ありがとう。まずは、ラブフェス初の沖縄場所。一緒にこの空間に集まってくれた。みんな、マジありがとう。だからみんなに幸あれと俺は歌うぜ Yo! バズマヒーティーハーデンお前からの電話 Yeah! マジで嬉しかった待ってこうやってマジでやってよかったなありがとうありがとうありがとうだから君ハロにパスタマイノブ君から聞かせてくれた歌声と共にこの一緒に辛いことを乗り越えてここでまた再会できたいやささいやささみんなに最後笑えればいやささいやささパスすぐでさりやまもとさI'm gonna be alright. Everything's gonna be alright.
フェス、ノムフェス、これからノムフェス、あのノムフェス、これからノムフェス、あのノムフェス、これからノムフェス、太陽に向かって咲く沖縄は誰よりも輝いてるよ。花咲かす今日も寝言を出して毛玉が綺麗な花さ、一人踏まれてもけなされてありがとうございました。写真撮りたいよね。